はい、腹筋からの続きです。今日背中、4種目目というか4セット目ですね。はい、月曜からちょっとパンチでやっていきたいと思います。ダンベルでの、ローイングですね。いつもあのバーベルでやってるんですけども、やっぱりちょっと久しぶりにダンベル使うとやっぱ結構いい感じなんで軽めなんですけど、はい、やったことない人はね、おすすめです。ということで、ダンベル、片方20キロです。これの、ベントオーバーローイングと、チューブでの、プルダウンですね。ラットマシンないんで、チューブでやります。で最後、背中と違うんですけども腕、イージーバーでの、カルで終わります。では、はい、やっていきます。はい、20回です。ダンベルでの、ワンハンドカールでね、結構皆さん、ポピュラーでやったことあるかと思うんですけども、結構両方でやるとね、また違った入り方するんでね、本当におすすめです。はい、次、負荷軽いんでね、できるだけ休憩なしでやるんですけども、ただでさえちょっと心肺機能弱いんで、いつも苦しいです。ということで、これで、はい、30回やっていきます。30回終わりです。でいつも高重量で低レプしかしない人もね、ぜひ軽い負荷なんですけど30回40回できるかね、たまに入れると、ね、すごくパンプアップして、楽しいかと思います。これもちょっとおすすめです。で最後軽ですね、バーベル26キロなんとかチーチームレゼでも20回目標でやっていきます。めちゃ苦しいです。息止めないようにするんですけど、最後無理っくりです。はい、20回終わりました。結構ね、実は前半の方もパンパンですね。はい、ということで、はい、今日も、まだ月曜日ですけども、なんとか週末まで勢いづけてやっていきます。はい、ご視聴いただきありがとうございます。